今日は薬学部の6年間すべて話しちゃいます。ようこそ薬剤師の先生管理人のハービーです。本日のこちらの動画では薬学部の6年間ってどんな感じなのっていう話をしていきます。僕自身は4年前に6年生の薬学部卒業したんですけど、その時に高校時代の友達から薬学部って6年間も大学行って何すんのみたいな感じで結構言われたことがあったんですよ。なので今回こちらの動画の制作に至りました。この動画を通して今年薬学部に入学された学生の方であったり、これから薬学部を目指されている中高生の方、そしてその保護者の方に薬学部に少しでも興味を持ってもらえれば僕は嬉しいです。動画の流れなんですけれども、薬学部の1から6年生まで順番に説明していくんですが、中でも4年生、5年生、6年生に特徴的なカリキュラムありますので、そこを深掘りしていけたらなと思います。今回も全力で動画作っていきたいと思いますので、皆様応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。 On your markはい、それでは早速低学年なんですけれども、皆さんすいません、低学年に関してはこれまとめさせていただきます。1から3年生までは基本的には勉強でございます。そうですね、僕も本当勉強辛かったなくらいしか低学年の記憶はないですね。わかりやすく例えると高校の延長上みたいな感じで、基本的には集団で講義を受けて座学をやってテスト勉強をたくさんして定期試験に受かっていくっていうのを繰り返していきます。でテストの難易度に関しては1から3年生に上がるにつれてやっぱりこれは上がっていきますね。で何が辛いかっていうと、科目数がめちゃめちゃ増えていくんですよ。もう量が多すぎて脳みそのギガがキャパオーバーみたいな、イメージがいいんじゃないかなと思います。科目数どれぐらいかっていうと、1年生の時は9科目とか10科目ぐらいかなとは思うんですけれども、3年生になると、期末試験が12科目とか13科目になって、さらにその12科目と13科目の難しさって1年生の内容分かってないと解けなかったりするんですね。で、難易度に関しても科目数に関しても1から3年生に上がるにつれてレベルは上がっていくよっていうイメージでございます。もちろん高校時代に比べるとね、専門的な科学とか生物の実習とかがどんどん増えていったりはするんですけれども、それと並行して勉強をしながら定期試験をやっていってるっていうイメージが僕の中にはありましたね。はい。で今ご覧になっている方、少し不安になっちゃったかと思うんですけど、ちゃんと朗報もありますよと。薬学部入学する際に、物理化学生物、これ物化生とかって言ったりするんですけど、これが履修科目に入ってくるんですね。で当時僕高校の時に少し変わっていて、化学科学選択って言って物理と生物を取ってなかったんですよ。僕の周りもそうで、物化生の中で何かしら高校時代勉強されていなかった方いるんですけれども、実際ねそのような現場になると、あれ俺この科目やってなかったけど大丈夫かなみたいになるじゃないですか。皆さんこれ安心してください、全然大丈夫です。意外と薬学部で習い始める物化生とかって高校の知識を大学に活かせなかったりするんですよ。生物とかはちょっと活かせたりはしますけれども、それ以外の科目に関しては1年生からしっかり授業を聞いていれば、やってなかった科目だったとしてもしっかりね単位を取ることができますので大丈夫でございます。皆さん安心してください。でもう一つ、低学年ではやりたい人によってはサークルとか部活動をやったりします。僕の大学ではサッカー部があったので、僕自身ねサッカー部に所属していたんだけれども、基本的にサークルとか部活動をやるのって薬学部の低学年までなんですよ。6年間中の3年間はサークルとか部活動をねするような流れになってるんじゃないかなと思います。もう4年生になると研究室の活動が始まったりするんで、なかなかこう部活動に参加するっていうことが難しくなるんですよね。こんな感じで低学年に関してはひたすらに勉強が辛いということと、人によってはサークル活動部活動をやるということでした。はい、それでは低学年の次は薬学部の高学年に行きたいと思います。まずは4年生なんですけれども、大きくやることとしては研究室への配属、そして CBT、 オスキー、インターンシップなどがあります。最初のね2つについてご紹介いたしますと、まず研究室への配属なんですけれども、これ分かりやすく例えると勉強の部活動みたいな感じで、授業を受けた放課後に配属先のね研究室に集まって自分の興味ある分野を研究とか実験をしていくわけなんですよね。でこの研究室の活動っていうのは薬学部
部の高学年3年間所属いたします。皆さんどこかしらの研究室に所属しなきゃいけないんですよね。これ3年生の時に希望を出したりするんですけれども、これ大学によって異なってくると思いますが、もちろん人気な研究室と不人気な研究室があるわけですね。で、人気な研究室は当たり前なんですけど、人数が溢れてしまって、まあ、面接とかすることによって、人数をね、絞っていくわけなんですよ。で、落ちてしまった方に関しては、まあ、人によっては、こう、不人気なね、研究室に入らざるを得ない状況も生まれてきますので、まあ、ここは皆さん、そうですね。まあ、テストの成績であったり、教授との面接が評価の対象になるので、頑張りどころではあるかなと思います。やっぱり3年間所属することになる研究室なので、第一項の研究室は皆さん入りたいですよね。まあこれは勝ち抜いてください。そして次はオスキーと CBT なんですけれども、これは4年生の最後ら辺に受ける2種類のテストでございます。オスキーが実技試験、 CBT がパソコンとかで行うマークシート形式の試験でございます。まずオスキーからなんですけれども、これ何やるのっていうと、患者対応の練習であったり、あとは散剤とか粉薬を作るのを評価されたり、注射剤を混ぜたりします。まあイメージ的にはそうですね、現場を想定したデモ試験みたいな感じです。これをやる理由としては、もちろんね、自分が薬剤師になった時のためでもあるんだけれども、5年生に実務実習って言ってね、後で話しますけれども、薬局とか病院に行って実際にね、実習したりするんですよ。なのでこれに備えて4年生のうちに実技を鍛えておこうということで、この試験があるんですよね。で、 CBT に関してはこれパソコンで行う310問のマークシート形式の試験なんだけれども、誤射択一といって5問中1問ね、正解を選ぶような形式になってます。え、310問めっちゃ多いじゃんって思われる方いらっしゃると思うんですけど、これご安心ください。問題の難易度としては基礎的な知識を問われるようなレベルになっておりますので、1から3年生までしっかり勉強していれば一発で合格できるレベルでございます。実際に受けた方の9割5分以上はね、合格できるとされているんじゃないかなと思いますので、皆さん勉強サボらずやってください。そしてこの CBT はなんで受けるかっていうと、6年生の時に薬剤師国家試験があるんですけれども、その国家試験に準じた準備段階のテストみたいなイメージでいいんじゃないかなと思います。このようにオスキーと CBT は皆さんが未来を見据えた時に5年生6年生で必要な単位を取るための準備段階の、まあ、通り門ではないですけれども、テストになっているんだぜっていうことでした。それでは続いて5年生なんですけど、僕は5年生になってやっと薬学部っぽくなってきたなぁと感じましたね。ちょっと遅いか。まあそれはいいとして、やることなんですけれども、薬局と病院実習、そして就職活動につながるインターンシップであるとか、研究室の活動はもちろんありますよね。で、この一つ目の薬局と病院実習っていうのが、本当に薬学部といったらこれが醍醐味だよね、みたいな単位になってくるので、これについて深掘っていきたいなと思います。これはですね、薬局と病院ともに11週間ずつ皆様が実際に現場に足を運んで学んでいくカリキュラムになっています。これいつの期間にやるのかっていうと、1年間を4つの区切りに分けた時に、どこかしらの2個の期間を使って薬局、病院の順番に実習をするんですよね。僕の代の前までは、これ薬局、病院ね、順番はランダムになっていて、途中のね、期が空いたりしてたんだけれども、僕の代からは本当薬局実習を行ったすぐ後に病院に行くね、システムになりましたので、この点がまあ割と最近起こった改定なんじゃないかなと思います。具体的にやる内容なんですけれども、薬局実習、イメージ的には個別指導みたいな感じで、指導薬剤師さんっていう生徒をね、付きっきりで見てくれる担当者さんがいるんですけれども、その監視下の下で実習を行っていきます。患者さんが持ってきてくれた処方箋に従って医薬品を準備する、まあこれ調剤って言ったりするんですけれども、調剤された医薬品を監査って言ってね、ちゃんと合ってるかどうか確認して患者さんに実際に渡したりします。これね、最初やるときめっちゃ緊張するんですよ。先ほど言ったね、オスキーとかはデモ患者さんって言って、大学側が準備さえしてくれてる患者さんなんですけれども、本当に一般の方に対してね、お薬をお渡しして説明するっていう、もう仕事とね、本当なんだ変わりないようなことをやったりするので、これはすごい医療従事者としても成長するんじゃないかなと思います。そして病院の方はイメージ的にはグループ活動が多いですね。具体的にやることとしては、薬局にはないよう
ような医薬品、例えば注射薬であったり点滴とか抗がん薬について学んだりします。あの服薬指導に関しては入院されている患者さんのベッドサイドでね、薬の説明を行ったりするので、これもね結構レベルが高いんじゃないかなと思いますね。まあ両者薬局と病院どちらもね実習ありますけれども、僕のイメージとしては病院の方が結構レベルが高いかなっていうイメージがありました。ということで5年生は薬学部の醍醐味である薬局と病院実習を半年間やるということでした。それではいよいよラスト6年生なんですけど、まずこれ皆さんに伝えたい、薬学部の中で6年生が一番きついんだから、めちゃめちゃ僕はもうきつかったですね。はい、すいません取り乱しました。あのやることとしましては、卒業試験、国家試験の勉強、あとは就職活動と卒業論文の作成っていうのがあります。上の2つについて深掘りさせていただきます。まず就職活動なんですけれども、これはね会社によって異なるんですけれども、基本的に薬学部の方々は内定をもらうのが早めの段階でございます。これなんでかっていうと、6年生の最後に薬剤師国家試験を控えているので、その勉強期間に入る前に内定をもらっていく、おくっていうのが一般的なんですよね。どれぐらい早いかっていうと、僕の場合調剤薬局の薬剤師だったんですけれども、もう6年生の5月ぐらいには内定もらってましたね。あとはドラッグストアとかもね、夏前には内定をもらってる方が多いんじゃないかなと思います。対して病院薬剤師であるとか企業にね就職されたい方とかに関しては夏以降に内定がもらえたりしますね。これはね部屋の会社によって異なってくると思うんですけれども、ある程度こういう順番になっているんじゃないかなと思います。そして最後の国家試験と卒業試験の勉強なんですけれども、これそもそも国家試験と卒業試験って全然違うんですよね。卒業試験は各大学によって問題が違います。どういうことかっていうと、卒業試験は各大学の先生方が作った問題であって、大学で判定基準が決まっている試験になっています。対して国家試験は厚生労働省が行う試験になっておりますので、どの大学も受ける問題っていうのは同じなんですよね。そして一般的に卒業試験に受からないと国家試験っていうのは受験資格がないという形になってますね。ただ問題の内容や形式に関してはある程度国家試験に沿って卒業試験が作られている感じになっております。そして薬剤師の国家試験についてご説明いたしますと、この試験は6年生の最後ら辺ですね、2月の第3回第4の土日で行われる2日間のテストなんですけれども、345問ありますよと。で、覚えてる方はこれねわかるかと思うんですが、先ほどの CBT310問じゃんと、問題数あんま変わんないじゃんって思われる方いらっしゃると思うんですけども、もう難しさが全然違うんですよ。どれぐらいかっていうと、大きく薬剤師の国家試験って3つの分野に分かれていて、必須問題、理論、実践問題って分かれているんですけど、この必須問題っていうのがもうここを取り逃したら薬剤師の国家試験受からないよみたいな基礎的な問題なんですけれども、この必須問題が先ほどの CBT の310問の問題と難易度が同じぐらいですね。そんで効果不効果、この薬剤師国試の合格基準っていうのが最近変更になってるんですよ。しかも僕の第106回の代からでございます。どう変わったのかっていうと、僕より前の代に関しては薬剤師の国家試験に関して合計点をこれ以上取ったら合格ですよっていう絶対評価基準だったんですけれども、僕の第106回以降の代に関しては相対評価基準って言って、国家試験を受けた方々の上位何パーセントが受かるぜみたいなルールになったんですよね。この評価の変更で何が起こるかっていうと、廃問による繰り上げっていうのがほとんどなくなるんですよ。毎年毎年薬剤師の国家試験って専門家によってね、こう再度ね、あの問題が合ってるかどうか確認されるんですけれども、そこでこの問題はおかしいよねっていうことでみんなに点数が分配されることが起きるんですよね。で、絶対評価基準だと廃問だと点数が底上げになりますので、その点数を超えた時点で不合格から合格にね変わる方がいるんですけど、相対評価の場合は底上げになったとしても、あの全体の何パーセントしか受かんないというルールなので、このね廃問による底上げっていうのがあんまり効果をね、出せないというような状況に変わっております。ここは皆さん興味ある方はちょっとねリンク貼らせていただきますので確認していただければなと思います。ということで6年生は主に国試と卒業試験の数ヶ月にわたる長期間の勉強がめちゃめちゃ辛いぜということでした。
はい、本日もここまで見てくれてありがとうございます。本日の動画では薬学部6年間の流れについて僕なりの観点からお話しいたしました。いかがだったでしょうか。まあやっぱりこう大学6年間っていうのはすごい長く感じましたし、その中でもやっぱりもう勉強きつかったなみたいなイメージが僕の中にはすごい根付いておりますね。これから体感される方もいるんじゃないかなと思いますが、画面越しにはなりますが応援させていただきます。こんな感じでですね、薬剤師のオフィスでは薬学生の方であったり、将来薬剤師になるであろう学生の方、そして若手薬剤師さんに向けてコンテンツ発信しておりますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。また僕はフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、株式会社ティハク運営しております。薬局経営者様、薬剤師様、興味ある方いらっしゃいましたら概要欄の方にリンク貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。